モテるかどうかですけどもね。民主党は衆院選で大幅に議席を減らしてですね、民主党内でその党内のガバナンスが効いていないというのをこう、敗戦の一因として挙げているようなんですけれども、一方で、衆議院でも、野党の第一党ですし、一定の責任がある政党だと思います。今の現状の、民主党の方としてはどのように、価値観がだからわからないですね。憲法はどうするんですかね。96条の改正案はおそらくこれ維新の会とみんなの党共同提案で出していくかと思うんですけども、その時に民主党の中は分かれるんじゃないでしょうかね。だから維新の会はだって憲法はやっぱりこれは改めなきゃいけないっていうふうにみんな思ってますしね、集団的自衛権だとこれはもう、今のこのご時世、それこそ戦後のね終戦直後の話だったらそれは朝日新聞的な人も分かりますよ。でも今のこのご時世でね、しかも世界のパワーバランスがその昔のように5カ国、それこそ昔って先進国って5カ国とかそんなレベルだったでしょ。5カ国とか7カ国ぐらいでね世界を引っ張っていった時代だったらともかく、今やそれは G20 だとかもっと言えばもっと何十カ国ももう同じような、ある意味力の均衡というようなことにこうなってきているこのご時世でね、その集団的自衛権から何からというものも、なくね、あれは集団的自衛権がない、集団的自衛権なんて考えなくてもよかった、その国際情勢というのは本当の一握り の、 一部の国だけで、世界が動いていた時代というのはそれは4カ国か5カ国か6カ国ぐらいの話であれば集団的自衛権なんて考える必要もなかったんですよ。そんなの北朝鮮が核兵器持つなんか誰も思わなかった時代だったらよかったんですよ。ところがもう世界がね何十カ国にこう力が分散してね、そして、いろんな国がそれぞれの自己主張をこうしてくるようなそういう国際情勢になってきたら、それはやっぱり集団的自衛権含めてねしっかりと連携を取っていくなんていうのはこう当たり前の話でね、だから日本維新の会はそういうところもみんなそれはそうだよねと、時代が変わったよねと、教育委員会制度だって戦後のすぐの時期だったら今の教育委員会制度ってものを頑なに守って、教育の中に政治が介入するな介入するなって叫んでればよかったんでしょうけど、もう時代が変わったんだからやっぱりちょっと見直そうよという、そういう価値観のメンバーでみんながボッと集まったのが日本維新の会ですからね。民主党がそこは分からないですね。僕らと同じような価値観の人もいれば真逆の人もいればね、だから党としてはやっぱり僕はもう手をなしてないというふうに思いますよ。早く別れた方がいいと思います。もう価値観によって別れた方がいいと思います。日本維新の会にね石原代表と一緒にこうやっていきましょうっていう話になった時に価値観の違うものが一緒になったって言われましたけども、ね、僕と石原代表やそのよく言われる大阪維新の会と立ち上がる日本のその関係っていうのは、言ったら自民党の中の派閥レベルぐらいな、そんな距離ですよ。そんなのは自民党の中だってバリバリのいわゆるタカ派って言われてる人からハト派って言われてる人までね、そういう人たちがいるけれども、でも全体としては自民党の価値観だよねっていうところでくくられるわけで、僕ら日本維新の会も全体としてはやっぱり基本的には同じ価値観、ただそこには今の日本国憲法をいきなり廃棄っていう石原代表の考え方もあれば、僕はやっぱり改正手続きで行くべきだっていう考え方もあればね、原発問題は大体もうこれはもうあんだけ批判を受けましたけども、肯定票ができるまではそれは無責任なことは言えないよねと、ただ安全基準とかああいうものはきちんと厳格化してチェック体制も厳格化して使用済み核燃料のルールもちゃんとやって電力自由化を目指していく、ここでは完全に日本維新の会一致してるんでね、何にも価値観の不一致なんかないんですけども、だからそういう形で民主党も決定的なその価値観の違いの人たちはが集まっているような政党ですから、早く僕はそこは整理をされた方がいいと思うんですけどもね。